はい、どうも、ライスゲームズのライスです。ではね、やっていきましょうか。パート2かな、多分。多分ね。コントローラーをね、プロコンに変えました。プロコンで操作するの初めてというね。で、それで研究クエストをやっていきます。見てください、これ。はい。これ全部クリアしましたよ。ほら、気持ちいいね。これ超めんどくさかった。これ虫をね、ただただひたすらぶち殺すっていうやつね。さあ、やっていこう。研究クエスト。アケノシルムやっていきます。装備は今、ね、ちょっと変わったんかな多分。装備はどうやって見るんだ？ステータスかな？違うね。これだね。イーズスハンマー2。あの、緑ゲージが増えたけど、その代わり攻撃力が、まあ、20ぐらい下がってるけど、まあ、多分、緑ケージがいっぱいあった方が攻撃力が上がるんじゃないかと思って、これを装備してますと。よし。じゃあ行きますかね。アイテムは何も持っていきません。まあ、いけるやろ。いけるいける。なんかね、余裕でした。めっちゃ余裕だった。もうね、めっちゃ余裕だったわ。もうね、モンハンライズめちゃくちゃ楽しいわ。ずっとやってたわ。ずっとやってたし、あの、最近遊戯王も、遊戯王マスターデュエルもめっちゃ面白いし、やばいっす。時間が足りないっす。最近寝不足です。え、こいつ。明けの目ですよ、ね。あ、ヤンクック先生のなんか進化系、進化した？きたー。こいつね、頭出てるからね、ハンマーめっちゃ相性いいんだよ。前回のね、青アシラとか、ウサギみたいなクマ、あれはちょっとね、相性悪かったね。あれ、双剣とかでやってね、うおー、こっち見てる。うわ、完全にこれ、サムネやん。明けのシルム。さあ行くぞ。走る。あ、いいね。あ、プロコンいいわ。多分いいわ。よーし。まあ、あ、なんか、ここのステージもなんか、久々、これ、こうしてな。もうずーっと遊戯やってたからなんかもうアクションがなんかあれだな。よいしょい。あ、なんかさ、敵多くね？気のせいか？走れ！ギル！ん？あの、ハテナかな？ハテナかな？ん？多分ハテナ、真ん中のあのハテナだよ、多分。ハテナでいいよな。早く走れよ、お前。もしかしてなんか軽く押すと、プロコン動かないやつ？そんなことないよ。あ、でもこっちから行けないやつやったかな。お前は誰？青アシラ先生だ。よし、バイバイ。さよなら。お前に要はね、俺は1対1で、名前なんだっけ。あ、ハテナだからわかんない。右上でなんか名前確認とか、アケンのシルム。うるぅ。さあ行くぞ。もうプロコンでの初めての操作。いけるのかな？よいしょー。よいしょー。顔面。痛いでしょー。えい、顔面。なんか、適当に当たってきゃ勝てる？やばいやばい。おぶねー。今、神回避やってんの。亀裂？ V100 回。早いなー。あ、ちょっとね、プロコンのね、あのね、R2、ハンマーで一番大事な R2 がね、ちょっとね、ガチってなる。ガチってなる。最悪。あ、そうだ、そのね、振り向きのハンマーが超気持ちいいんだよな。あ、ヤンクックと一緒じゃん、その攻撃の仕方。気をつけて。なんだなんだなんだ。あ、炎入ってんだ。はい、ハンマー。ギルとブーが頑張ってる。おー、なんだその攻撃は。やっせー。待って、めっちゃ暗いすぎ。待って。え、そんな、やけどとかあるんだ。走ってきたのか。あ、やばい。なんかするしかわからん。あ、振り向きざまのドーンしたかったな。もう遅いんだよね。言ってる時には遅い。あ、これ振り向きざま。やべえ、ミスったー。振り向きざまドンのね、もうあれが遅い。うわ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 。
風圧、実況が遅れてる。えいよっしゃい、オッケー、完璧。歩きながら飲んで。でも相手なんか強いな、なんかやっぱ防具を全く鍛えてないから、ドーン、全然気絶せんのやけど。振り向きざまの、早い、戻ってくるな、早っ。え、マジで、あ、つい、急に死んだ。急に死んだ。あ、急に死んだ。やっぱ装備、防具がゴミだからかな。あれ、なんで足してんだっけ。あ、これか。防具がゴミやとこんな感じになっちゃうのか。今、HP どんぐらいあった？俺、そんな食らったかな？なんか、そんな食らったイメージないんだけどな。死んじゃったな。びっくりしたわ。装備はね、何にも鍛えてません。あのね、もうハラハラ感を目指そうとして、全く鍛えてません。これ取って先行玉ドーンして、無視。青柱無視。多分この右上にいるのが、わあ、ほらね、これね、R3 押すとね、このね、わかるんですよ。左下のマップ見るとね。はいはい、ギュー君、早く走ろうか。もうちょっと早く走ろうか。L2 押したらちょっと速くなるんだよね。ほら、速い！もう来た。これで、これ、×押してからの三角ドーン！はい、なにー？やばい！後ろからどうなってどうなって、あー、多分振り向きざまのと思ったら振り向かんやった。こいつ全然気絶せんのやけど、顔面めっちゃ狙っとんのに。おーし、うまい、今の超うまい。あ、気絶したね、やっと気絶したな。おら、うん、やばい、ミスった、操作ミス、操作ミス。よいしょー、顔面じゃないからそんなん食らわないだけど、無視。あ、羽も結構弱点だな。羽と尻尾バリカシ、まあ三角ぐらいの弱点だな。よいしょー、画面かどうか知らんけど、うわ半分食らってる。そんな食らうんか、やばい、やばいやばい。一旦避けてからの回復ね。なんか結構食らうな。なんかさ、なんか料理とか飲まないけんのかな。飛躍とか飲んでさ、 HP をワッショイするみたいな。うわー、何それ、曲がってきた。あ、やばい、回復、あ、回復薬ちゃんと持ってきてるやん。ナイス、俺偉い。こいつ強い、認めるやろ、お前は強い。あー、振り向きざまのドーン、全然当たってないし、ちょっとかすっただけかな。あー、それ当てたいね。あー、振り向かんか。でギルとブーがめっちゃ、あー、遅いね、今遅いね、完全に遅いけど顔面めっちゃ食らった。そんな食らってんだ。あ、やばいやばいやばい、シュン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 、助けて、ギルとブー助けて。強っ、強いっていうか俺の HP が危ねえ。やばいやばいやばい。おお、お、お、逃げるか逃げるか逃げるか。よしよしよし、移動しましたね。お、強っ、一発食らって HP 何歩食らった。3分の2持っていかれたね。2回食らったら死ぬね。うわ、すげえ、あいつ上行ってんじゃん。なんだっけ、おー、失敗のー。これちょっとやばいな。さすがに防具育てなやばいか。いや、俺はなんかもう、クエスト失敗するぐらいまでは、装備は、あれしたく、あれ、どうやっていくんだよ。装備はなんか強化したくないな。あ、これ、え、これ、え、なんか、どうやって行くん？このマップ、このマップね、上まで行ったことあんまりないんだよな。一回行ったけど覚えてないというやつ。遠いな、あいつ肉食ってんだろうな。うわ、結構遠いな。走れ走れー、ギル、走るんだ。
マジレイ。よし、いいぞ。おったー。一発食らったら死んじゃうからな。足に一発食らったらもう瀕死だからな。おお、なんか出てきたし。やめて、やめて、本当にやめて。あ、やあ、それはダメ、それだ、それダメよ。振り向きざまの、振り向きざまの、止まってる。あ、でも尻尾こいつ結構食らう。あ、顔面なんか知らんけど顔面が当たる。よし、尻尾攻撃してる。はい、顔面もらいます。もう顔面じゃないけど、まあいいやろ。顔面、顔面、あ、なんだ、あ、ん、走ってんのか、走ってるのか逃げてるのか、どっちなんだこれ。これこれもらうか。よいしょー。なにー。あ、でも、あーん、やんで、ピン、あー、まっ、画面あぶねー。あ、やばい。あそこの顔面いいね、そこの顔面、トーンで、ここでの、いいね、よいしょ、いいね、あ、いいね、これよ、気絶。この装備をもう全くゴミみたいな装備で俺は勝つ。よし、まだいける、まだいける。こいつ HP 多くない？こいつの HP とか見えんのかな。やめて、ほんとほんとやめて。振り向き様の、よいしょ、36。危ない、危ない。今敵の攻撃とか全然読んでなかったけど、なんか避けた。いいね、その、うわ、2回か、それ2回あるんだな。よいしょー。あ、やばい、そこはダメ、そこはダメ、ダメダメダメだって、危ない危ない危ない。よいしょー。こいつすかさずこうしてくるな。よいしょー。こいつ、もうこいつめちゃくちゃ骨折。あ、やばい、えっ、ちょっとスタミナが、スタミナ見てなかった。よいしょい。どうや、あれ聞いてないじゃん。あんな全然見えん、相手見えない。ちょ、ギルとブーがめっちゃ頑張ってくれるんだけど。あー、混乱するんだ、先行玉食らったら。これタッチとかはいいんだよな、混乱したりしたら。あの、遠くからのね、攻撃がいい、弓とかね。よいしょー。続けて攻撃。あ、やばい、いや、もうこのまま。あ、なんか相手引きつってる。よいしょ、逃げるんじゃねえ、俺から。うわー、雑魚敵ぶち殺しちゃったよ今。あ、これは届かないよね。よしよし、じゃ、この雑魚を刈り取ろう。今ハンマーでぶち当てたもんな。いただきます。寝たりするからな、こいつ寝たりする。こいつ邪魔くせえな、お前、えい。ただ回復、回復大丈夫かな。お、大丈夫で、あっちに逃げたね。よし、行くぞ。ギル、わ、10分。あ、ギル、あ、ギル、たまにギル来ないんだよな。走るしかない。ギル、あ、よし、ギル、おい、ギルないじゃん。ギル行くぞ、パトラッシュ。うわ、これ顔面狙いて、超顔面狙いて。これどこ、あ、これもしかして降りちゃいけんやったやつ。あ、これ、あーあー、やべえことしちゃった。あ、いる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 、なんかいる、なんかいる。お前、上まで、よっしゃ、イエーイ、気持ちいい。これどこにいるんだろう。あ、まだ虫がおる。この虫で上に行って、上におるんかな。ここの下、あ、おるやん。一瞬だけ見えたな、おるやん。走れ、よしよしよし。顔面どこ、お前の顔面。お前虫で起きたりすんなよ、マジで。顔面どこまで顔面がどっか分からん。
よいしょ、顔面がちょっとわからないんだけど、食らった ?120 食らった。あー、ちょっと研いだ方がよかったね、砥石でハンマーを、ハンマーを研ぐ。今からでも研いだ方がいい。うん、大丈夫大丈夫。よいしょー、熱ーい、めっちゃ食らう。まあ、ここで一旦、あ、今走ってきたんじゃなくて歩いたのか、今のはちょっと分からんかな。あ、いいね、ブー君。はい、よっしゃい、画面。うわ、危ない。そのためがあるんか。そのためが。うわぁ、耳栓、耳栓というスキルがあれば、溜めてドーン。ドーンって感じがせんの。よいしょ。お、なんか出してる。回復とかあるんかな。危ね。はい、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 こっち向いて、はい、こっち向いてから、ドーン、しゃがめん。はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、あ、81、気持ちいい。81は気持ちいい。あれ、あれ、あれ、危ね。あ、踏み切れ、踏み切れ、踏み切れ。やっぱギルとかブーとかを狙うから振り向きざまとかはわからんの、ね、意外と意外と適当に攻撃したら、おお、びっくりした、死んだかと思った一瞬。俺がギルが決めたか。ギルが強いな。音もいらん音もいらん気がするけどな。あ、けど今回でも助かったな。15分ぐらいやったな。うわ、強かったな今回。え、強かったというか俺が弱い。今の俺の装備は何ぼ、ステータスで見えるかな。ハンターランク1、攻撃力90、配信17、結構高い。あれ、防御力は見れんのか。防御力とかない、もしかして。防御力1 1 1 1 1 1 オール1。勝ったよ、このオール1で。いや、このオール1でどこまでいけるかよ。これはね、装備を変えたくないというね。もうずっとこの装備、このパンツギリギリのね、ズボンギリギリか、ズボンギリギリのね。あ、いいね、倒して、見てん、これ倒しての俺じゃないから俺何してん、ギルがやってるやん。で、全て受け取る、この全て受け取るっていうのが下にあったと。ギャラリーにイベントシーンがあります。いや、強かったな、めっちゃ。あんなに強いんだな。なんか止まってからのトーンがあったね。ヤンクックとかやったら、止まってトーンじゃなくてノーモーションでなんか突っ込んでくるモーションがあって、あれは不公平だもんな。まあ、そんかり攻撃力がそんなに高くないから、まあ、なんとかなるというね。うわ、餅うまそう。あれ、餅焼いてんのか。下めちゃくちゃ焦げるやん。戻ったからです、よくぞ倒した。おう、うん、まあな、 お前の力を頼ることになる。よーし、星3のクエストさあ行くぞ。もうそのまんま、あ、なんかある、ライス、なんかある、人だまり。おお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 、全然分からんけど、おお、こんにちは。あら、ライスさん、いやー、簡単でしたね。一回死んじゃったけどね、びっくりしたもんね。急に死んでびっくりした。編集でちゃんとどれぐらい減ったかちゃんと見たい。うーわ、こっから多いな、敵が。こっからゆっくりいく1 だいたいワン動画にだいたい30分やら1時間やらするけど、これ1個ずつやっていい、ゆっくり。四つ身はドゥ。四つ身はドゥ。
クルルヤック。あ、クルルヤック、お前卵持ってるやん。え、卵持ってるやつ攻撃するの嫌だな、ちょっとな。ボルボドス、ボルボドスね。うん、あ、これ、あ、ご、あ、ゴミおるじゃん。あ、わあ、こいつセカンドサードGか、なんかサードに出てきたモンスターや。こいつは知ってるわ。フルフルおるんやん。こいつ気持ち悪いんだよな気持ち悪いんだよな。で、サボテンと。あ、なるほどね。なんだ、次というか、星3クエストから、もうあれなんだな、ほぼ、巨大なやつなんだ。一個ずつやっていこうかな、そしたら。うん。いつもあれだから。あ、うわ、次もあるじゃん。水も、滴るいい女。こういうやつは、こういうやつ先やっとって、で、次回、ちょっと、この下からガンガンやっていく感じで。下からもうパート1今終わっ、あ、前終わって、これパート2だろ、パート3、パート4、パート5、パート6、7、8というね、一個ずつね、今回からやっていこうかなと思います。装備はね、一応死ぬまで、完全になんかもう負けるまで、この装備でいきます。武器以外ね、武器は強いやつじゃないと、あの、長引いちゃうから。どうかしたか。わー、マジか。あ、解放されてる。あのね、なんかね、こ、なんか、あれ、めっちゃ増えてる。え、今俺装備したのこれだよね。あのね、こっから先、ここがなかったんですよ。しかもこれ、全然作れないじゃん。あー、ランク3からこんな感じになるわけか。うわ、武器育てて、防具とかどうでもいいけん。よし、じゃあ今回はね、ここまでにして、次回は、フルフルをハンマーで、顔面狙っていきます。楽しかったね。